皆さんこんにちは、プランターディクションです。今回は池袋にある角栓園さんに行ってきたので、その模様をご紹介いたします。この漢方玉めちゃくちゃ大きいですね。こちらメキシコのコーデックスです。ソノラ砂漠というところが原産だそうです。パキポディウムホロンベンセ、これも大きな株ですね。迫力満点。さらにさらにパキポディウムデンシフローラム、こちらもかなりの豪華になります。レア種来ました。失われたパキポディウム、アンボン原生未生ですね。アンボンの原地球めちゃくちゃかっこいいです。あの白いシルバーのあのコーデックスがいいっすよね。ブルセラファガロイデスになります。これもかなりの大株になります。角栓園さんの特徴としては、あのレアな品種がいっぱいあるのに比べと、あとすごいあの植物の状態がいいですね。どれもですね、あの緑があの生き生きとしてますし、その状態がいいっていうのがポイントかと思います。あと都会の池袋なんでアクセスがすごいですね。見てください、この、レアコーデックスの風景を。圧巻です。グラキリスですね。グラキリスはもうほとんどのいろんなもう園芸店さんに置かれるようになったので、あまりレアは感じなくなりましたね。でゲラウミニアナですね。この可愛いサイズになります。立派なグレビカリックス、これも葉っぱが非常に生き生きとしてます。僕これ今未生してますけど、すごいあの強い品種だと思います。これは、はい、来ました。開墾の王様、オペルクリカリアバキプス、やっぱりいいですね。ゴツゴツした幹肌、ずっと見てられる。ポディウム魔界遠征、魔界玉ですね。この魔界遠征もかなり立派な株になります。魔界らしい魔界。そしてご神木来ました。亀甲流の超特大サイズになります。鶴がですね、天高く、巻きついてですね、すごい長さですね。こちら特大のエビス笑いになります。これも歯が、茂っていてとてもいい感じ。キフォステンマレティフォルメ、結構レアな品種だと思います。こういうのがあるからやっぱ角栓園さんすごいと思うんですよね。普通なかなかこういうレア系は置いてないと思うんですけど、これから探してる人も結構いるんじゃないでしょうか。
コミフォラストックシアナですね。これも好きな人は好きな、灌木ですね。続いてですね、冬型の開墾のコーナーに来ました。ここも、充実した品揃えでめちゃくちゃ見応えがあります。龍骨状モンソニアヘレですね。このうねうねっとした、唯一無二の独特な、形状に綺麗な葉っぱ、これがたまらないんですよね。冬型の魅力ですよね。このギャップ、これが冬型の魅力です。ユーフォルビアクリスパ、面白い形をしております。白象、はい、チレコドンペアルソニーですね。結構状態もいいですね。しっかりと太い葉が出ております。これも人気です。これちょっとドルステニアがあるんですけど、ドルステニアラグラニですね。これも人気の品種になります。はい、ヤマブシテングペラルゴニウムですね。クリスミフォーリウム、ペラルゴニウムは葉っぱがめっちゃ可愛い感じです。続いてサルコカウロンクラシカウレですね。こちらも形が非常に、ユニーク。好きな人にはたまらない形ですね。チレコドンルブロベノーサ、すごい葉っぱがですねキーンとなってて、わあめっちゃ元気ですみたいな、スーパーサイヤ人みたいな感じの葉っぱが印象的でございます。同じくチエコドンですね。このチエコドンワイチですね。気泡錦っていうのかな。こちらは発酵管理中でした。オトンナフルカタです。こちらも冬型で結構人気のある、開墾になります。ペラルゴニウム、ニラリレーですね。こちら今年たくさん入ってきましたね。これも葉っぱやっぱ綺麗です。あとこの幹の感じ、この枝の感じもなんかめっちゃいい感じ、赤黒い感じがいいですね。続いて月海サルコカウロンムルチフィーズ、これもですね可愛い葉っぱで、あと葉っぱ花も非常に可愛らしい感じ、
です。座ってるの難しいって聞くんですけど、どうなんですかね。これ3年ぐらいで結構弱ってきちゃうって話も聞いたことありますけど、うつぼ錦、アルストニーです。これも面白いですね。なんか形可愛くて、こういうなんか変わった感じのやついいなって思っちゃいます。はい、今年の人気者ですね、ケラリア、ピグマイアですね。これめっちゃ可愛いですね。やっぱり人気者だと思います。はい、ブーファンです。玉ねぎです。大きいです。アフリカ感出ますね。そして、こちらも人気植物、セナナ、メリディオナリス、いい感じです。はい、ラフィオナクメプロクンベンス、このずんぐりした白い開墾が魅力的ですね。しかもこの株めちゃくちゃ大きいです。そして、ドルステニアの王様ギガース、葉っぱ超大きかったですね。はい、こちらはですね、あのサボテンコなんですが、ちょっと僕あの今回は、開墾にスポットを当てているので、ざっと流すだけにさせていただいております。いやー、すごいあの充実した、品揃いで、とてもとても満足して、時間を過ごせると思いますので、ぜひお近くにお住まいの際や、池袋に来た時は、寄っていかれるといいかと思います。ということでですね、今回の動画は以上になるんですけれども、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思っていただけたらですね、いいねとチャンネル登録していただけると、今後の動画制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。